ミヤ君誕生日おめでとう。はい、そういう動画です。あ何も教えなかったんですけど、ミヤ君の誕生日プレゼントをまあ一人一個やってくれるという感じです。そう、はい。後でかかった経費はお母さんの方に請求します。しないよ、結構10人ぐらいがプレゼントしてるので、はい、ペニヤキにはちょっとランキングみたいなのつけてほしくて、これ NG やん。でも最悪ペニヤキ的には最悪かもしれないけども、一応ね動画としてまあまあそれだけじゃ面白くないんでね、10段階評価で何点っていうのがいいかな。何点とか あと1位とワースト1位、あそうだね、一番良かったのと一番ダメだったのと、まあ、あ点数みたいなのがいいかな。うん、はい、というわけでやっていきましょう。はい、アケイさん、アケイさんが持ってきたのは今日のアケイさんの格好大人っぽいですね。ありがとうございます。はい、入ってるからね。あ、大変申し訳ありませんでした。はい、バイトの時の声でやってますけど、イートップもバイトの時ぐらい頑張ってください。お願いします。ありがとうございます。絶対ね、気に入ると思う。じゃあ、開けていただいて。あ、一体何が出るの。何でしょう。お、え、ちゃんとしてる。ワイヤレスのはい、ヘッドホンですね。めっちゃリッチそうやん。予算がちょっとだけオファーしたんだけど、あでもいいかなと思って、誕生日だしせっかくだから。こんなんいきなり最初にいいんでしょ。最初にトップバッターはやっぱり、まあまあ、喜んでほしいんでね、変なの私よりは。ってことはまあまあね。私本当に男の子にあげるプレゼントって本当に何か分かんなくて、プレゼントもらってばっかりだもんね、普段から。エルメスとかね、エルメスとかね、コーチとかね、クラダとかね、ヴィトンとかもらってばっかりだから分かんないですけど、その服もどのブランドのものなのかな。ここは古着ですよ。いや、なんかまあいいじゃん。年下の男の子にあげるもので、服のサイズはちょっと分かんないし、カバンも多分あんま興味なさそうだなと思って、まあガジェットだったら素直に喜んでくれるんじゃないかなと思って、まあ、まあちょっと見てみたんだけど、まあ良さげだったんで、まあ気に入って使っていただけたら嬉しいなという感じでございます。えぐ、はい、それよかったね。はい、緊張感走ってるよ、こっち。やばいよ、緊張感走ってる。トップバッターはね、こんなものをね、アーケンをつけてると思って、もうアーケンさんの声が聞こえると思いながら、あー、違うです。やだろ、別に。やだろ、それは。いやいや、もうアーケンさんがいるんだって思いながら、やだよ、共用しないでください。いやいや、別にね、アーケンさんの声が聞こえていいなっていうような気持ちになってもらえれば。早速で点数つけてもらえますか。まあでもいきなり10とかはやめた方がいいから、まあ嬉しかったら8とかにしといたら、あまあ持ってるから上が来ても大丈夫。そう、あ、本音でいい。アーケーさん気づかんねえから。ガチの話、ヘッドホンはゲーム以外で欲しかったから。ああ、7。じゃあ、すごい、まあまあ高めということで、これが基準。まあね、もしかしたら全部あと全部5とか3とか。はい、じゃあ、なるほど、よかった。はい、じゃあ置いとくね。実験にはアーケーさんのヘッドホン、マジで。はい、では続いて第2バッター、暇人、よろしくお願いします。何から喋るよ。どうです。はいっす。はい、僕もピンガキくんのためになるような、嬉しがるようなちょっとプレゼントを選ばせてもらいました。はい、パッとね、上から降ってきたんですよ。これなんか、ほんまにあんまり考えなくてもなんかパッと出てきた。何がいいかなって。いや、マジ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 で、なんかさ、出てくることが全部薄くない。いや、でも本当に、あ、これが必要なんだ、今のペニガキには。もう、これしか見えなくなった。じゃあ、僕の方、あまり長く待たすのもあれなんで、行かせていただきます。こちらでございます。世界中の言葉をモノマネしちゃう人形ということで、喋った言葉をそのまま返してくれる人形ということで、これ、お話し相手にしてほしいんじゃなくて、皆さん、バロランコとか、参加生とゲームやるとき、電源をオンにして、横に置いてください。全部返ってくるじゃん。そう、自分の言葉が、どんな言葉を言ってんのか。ハムスター。そう、ハムスターだから、置いてても、あんまり、あれじゃない、わかる。実際使ってみます。確かに、どういうものなのか。いきましょう。全部お前が開けるやん。いや、袋はね。じゃあ、開けてみますか。どうやったら開けるの。結局欲しいな。俺が開けてる。電池別売りとかどうしよう。これ電池な。ワンチャンじゃん。じゃあ使えない、何か謎のそのハムスターの人形をもらったってこと。やったね。博士が。あ、
あ、いや、箱欲しかったよな、ペニ巻き。いや、箱欲しかったよ。でも、これで、これで開いたじゃん。でも、これさ、多分これ、ハマってるから、これ破壊しないともいいんだよ、多分。惜しかったよな。俺ちょっと気使ったのに。パキっていう。いる？ここいる？いやいやいや。え、絶対別売りじゃん、電池。別売りじゃない？絶縁シート。絶縁シートあるから。あ、あ、一番おもろいことですが、この電池入れるとこ多分ドライバーっす。私さ、今からちょっと行って買ってきて、終わるまでには多分帰ってこれるから。ダッシュで。ダッシュで。藤井さん、見てください。ちょっとこれ持って。まあちょっと採点の合わせて後にしましょう。後で採点しましょう。ドライバーと電池10ピレ、お願いします。で、ドライバー一回買って、開けて、中身見て、もう一回買えば。あ、単断電池だ。てか絶対後ろに書いてるから、箱の単断電池。ちょっと見せて、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 見せて。悪いな。いや、ストーンプレゼント開けて持ってくるわけにはいかんでしょ。大変、単純割れた現地。単純とドライバーね。めっこしてなぁ。走れ、出てこい。走って、走って、走って。もう次の人、次の人行きましょう。待って、ついてから。イエス。何やってた。映ってないし、早く行ってよ。早く行ってよ。マスター持っていくのかよ。このサイズ。え、だから単純に違う違う、ドライバーの大きさ。持ってけばいいじゃん、持ってけばいいじゃん、一応絶対万引きでしょ、こんな感じで。プロに入れていくとか。あいつ頭悪いだろ。続いて、実写初登場。あ、そうだ、松田春樹さん。え、これはモザイク加工なし？ありでしょ。モザイク加工なし。こんな点足りなかったやつ。あのさ、ちょっと待って。まあまあいいや、ちょっと紹介してもらって。袋、ちょっと待って、え、どういうこと？え、いや、僕もよくわかんない。でも、兄弟生だから。兄弟、確かに兄弟生だから、兄弟のグッズってこと。なんで兄弟なんだ？だって兄弟だし。京都大学のグッズを、知り合いの京都大学生に頼んで。なんかさ、自分が落ちた大学のグッズを、その大学の人に頼み込んで買ってもらうって、俺やったことないの。どういう気持ちでやってるんだ。どういう気持ちなの。え、どういうこと。知らないっすよ、なんか。まあ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 、ちょっと、まあちょっと見せて、開けてもらって、まずは気持ち。ですね、ちょっと予算的にいろいろ買いました。いろいろ買ったんで、ちょっとずつ開けてください。あ、じゃあ、どうしよう。何買ったの。京都大学グッズ。まあ京都大学行ける可能性あるから。確かに、まだ可能性ある国が行くともうない。お前悲しい顔しても、モザイクで伝わんねえから。表情伝わんないんで、みんな言ってみて伝えないと。京都大学のなんか京都大学の数学の先生が開けてみたパズルですか。必要かもな。確かに飼育玩具みたいな。ちょっとやってみてもらいたいなっていう。イマジナリーキューブパズル。ちなみに僕も遊び方知らないです。あ、もう兄弟生じゃないから分かんない。残念ながら。うるさいな、うるさいな。いや、なんか、あー、なんか四角にするの。そうっす、たぶんこの、あ、これあれ、もしかして、あの四角の穴があってチンパンジーの実験みたいなのとこう、合う形なのを入れていくみたいな。でもそういうノリっす。どういう、え、そう、四角い箱にぴったり入るように全部入れきるみたいな感じなんだ。あー、なるほどね。じゃあ、これをまず覚えて、覚えて、これの覚えて、あ、こんな感じ入れるんだって覚えたでしょ。はい、ここから N 君できるかな。はい、やってみて。えぐ、これ。はい、まずこれじゃん。これあと30分ぐらいやると思う。皆さん帰ってこそ。待って、まずこれ全然いけそうやな。これやん、30点コンビやん。これやん、絶対無理だろ。いや、逆。あ、え、これさ、テロップで30分後って。それ編集でやって、30分後ってやって、またちょっとカット。結構できやん。え、天才。はい。いや、もう待ってる人みたいな。え、
できた。枠にとらわれないね。これからよくわかんないよ、枠にとらわれないし。まあ、クンさんが挑戦する。いやいや、多分そんなすぐできるもんじゃないでしょ、こんなの。これはなんだ。あ、これ、あとで。よくわかんない。あ、で、はい、これを見せて。じゃあ、クンさんが解いてる間、全然続けていただいて。ハンカチですね。京都のハンカチ。これね、京都の西陣織かな、多分。西陣織知ってる？知らん。京都で表現上、モザイクかな。入れてあげないと。西陣織ってのは京都の伝統工芸品やね。それのハンカチです。はいはいはい。マジで分かる。まだまだまだあるぞ。まだあるぞ。え、あと2個。はい。京都。ね、キリンも兄弟生ってやつかな。次は何やってるの？また箱？タイマジラにキューブ出てくるわ。何個とかなきゃいけない。2個目何個目は何だ。おー、すごい。何なんか京都大学って書いてある。京大の、僕もよく分かってないですけど、なんか効果か何個かな、なんか書いてある。完璧って分かんないってな。おこび湯飲みです。京大の効果湯飲み。やだわ、家にあるの。京大さえもない。京大のデカデカと京都大学って書いてある。結構ちゃんといい値段しそうだね。歌って書いてある。なんかの歌って書いてある。でも効果なのかね。なんか効果っぽいものが書いてあるやつ。お前ガチなんだよ。隣なんですよ。ずっとなんかやってんだよ。なんか答え見てない。ええ、どうやって遊ぶのかみたいな。深い意味が込められてるんで、こっちで紅茶飲みながら考えて。確かに。はい、絶対そんなことしねえだろ。しない。しない。コーラ入れよう。悲しいこと。コーラ入れようか。ラストこれ来た。東京カレーっていう東大の京都大学の名物カレーらしいです。へぇ、食べたことある。味とか感想。味は表情で笑ってる。笑ってる。美味しいらしい。おう、Kさんから。あー、KK2人いる人。くん、ほの、誰だろう。あ、そうや。私もう一人くらいいるんですけど、はい、兄弟のカレー。Kさんがおすすめしてました。お母さんとお家で食べてた。ちょっと何、カンチャカチャ。カンチャカチャ、カンチャカチャ。ハマった？どういうパズルかっていうと、これって、この箱の中に絶対収まるのね。小さな箱。これが、8個こう、8枚なの、この正方形が。8つ入るんだけど、ここにあるのは9つ入ってて、最初9つ全部入ってたけど、どうしてこれができるのかみたいな。この多分正方形のちょっとずつのこの隙間を詰めてってやるみたいな感じのパズルですね。これは、どっから見ても、遠くから見ると、正方形に見えるじゃん。平面が。平面って知ってる？わかりますよ。それ。で、平面に見えるから、これを、こう、入れてくみたいな。入れて、9つどうやって入れるかみたいな。うん、普通。これ後で、できるまでどうやったら。そうだね。まあ、そう、できたら、まあ、終わり。え、それ全部ショート動画にしてやったら。やばすぎ。1個入ったな。何十分後。とんでもないコストの動画になるよ、多分。まあ、みんな作るもんな。うん。見せどころっすよ、俺の。まあ、じゃあ、一旦置いときましょう、このパズルは。何点今、カレーは、まあ、食べたかった。カレーは全部で総合にしますか。総合的にカレーは美味しそう。湯飲みは、まあ、使うっちゃ使う。パズルはいらん。頭良くなるでしょ。いやとか言わないの。いや、マジで頭良くなるの。これ良くなるんですよ。なるか。そうだから刺激されるよ。そうそう。何かパズルに尺取られすぎやろ。相当パズルで遊ぶ。合計？合計。合計っていうか、まあ総合何点？6点。おー。でもアクセスに行ったんすかね。ヘッドホンの1個したでしょ。結構いい。確かに。全然いい。カレーがだいぶでかい。カレー 5.5 点。カレーか。後でこれ作ってやるわ。佐藤のご飯で作ってやるわ。じゃあ、続いていきますか。福井さん、そろそろありがとうございました。一回。あー、なるほど。こういうことだ。一回次。一回やめまして。すいませんでした。いや、福井さんがこれ、総合8点ぐらい出す。すいません。
次じゃあ行きましょうか。続いて、君は。はい、まあ、僕でした。前、失礼します。隣、失礼します。隣、失礼します。はい、はい。宮城くん、誕生日、俺、おめでとう。リボン反対だけど、ごめんね。リボン反対。俺が結んだから反対になっちゃうんだわ。なるほど。開けます。反対ってね、リボンに反対って呼ぶの？なんか、下の方に紐じゃないんですか、これ。まあ、何言ってるのかわかんないけど、まずなんか、デカもの拾ったね。デカもの拾ったね。まずはまずでかいのから見よっか。はい、こちら僕がデザインした手磨き専用 T シャツ。手磨き専用 T シャツ、オリジナル T シャツ。これどうですか、この肩のこのロゴのマーク。あー、チャンピオンみたいでいいでしょ。これ、これは来週学校に来ていい。いやちょっと、そんな、そんな、マジでいいの？あ、体操服と間違えたわって言った。あ、体操服と間違えた。人気者なれるよ、これ。え、でも、俺や。ちょっと気になるのがさ、T シャツがちょっとシワシワなのがさ、なんか、これ着てたよ。いや、いいですか。まあ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 ね、居心地いいらしいからね。ミニアムでわざわざね、手に焼きのためにデザインしたってことは、いろんな人に協力を頼んで、こう頭に下げますよ。1枚しかないってことね。世界一俺がデザインして。やば、いいでしょこれ。いや、なんか嬉しいでしょこれ。嬉しいね、嬉しいね。なんか嫌気だ。すいません。じゃあ次これ、はい、こちらグッズがですね、発売されるということで、そうです、こちらのグッズも、欲しいのがご購入できる。しかも、このアクキーの表情の差分も、選べるんですね。これは、あの、各ニート部の全員のが、買うことができて、このパッケージに入っていると。そして、これは、こちらは、なんと、こちらはですね、定規なんですけど、こちら、世界に一つだけ。ということで、ミネ君のために、これはね、用意された専用のこれ。これさ、当てたら、学校でさ、学校で使っ、ちょっと、いや、貴重だ。でも、学校行けないから、あの、大丈夫、大丈夫ですよ。知らない長いものがあったらこれを使ってみんなのことをね見ながらこうね頼もしい計りをね。いやー、いや、いいなー、これ俺も欲しいなー、これ羨ましい、俺も欲しいなー、これめっちゃいい、すげえだわ、ペン焼き。それさっき世界一つ、それはガチにしてる。この着てるやつはお買い求めできる。上にはペン焼き、概要欄の方から。横になんか、横に変な大人いるっちゃう。いや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 、しょうがないですよ、そういうお仕事なんですから。はい、ということで、はい、そうですね、あの、ウミニャのデザインした T シャツはその担当してるグッズ会社さんが協力して作っていただいた。あ、そう、ありがとうございます。持ってきた、このタイミングで。じゃあ、採点いきますか。え、世界に一つ。いや、もう世界にマジで一つ、マジで一個。え、いいよ、遠慮しないで、いいよ、最低8点。ごめん、みんな、ちょっと、すいません、ちょっと、はい、よかったですね。いや、めっちゃいいね、これ。めっちゃ、めっちゃ無言で見てるもんね。ずっと見てる。めっちゃいいです。はい、いいですね、これ。いや、じゃあ、買ってんですけど、すみません、僕。え、こいつ。え、しまじに。めっちゃ、まだ、死にそうだね。今から、じゃあ、次の人。はい。お。急にマスク、あの、急にマスクつけてスタンバイしますね。こう出したくないんで。いや、みんないいものを用意してきたと思うんですけど、はい、私は手に焼きの身を案じて案じて用意してきました。はい、はい、どういうこと、何言ってるか全然わかんない。防災グッズ、セノビックです。いやね、ゲームばっかしてるとマジーさん何を言う、何を言うの。いや、そういうことになっちゃうんですよ。手に焼きも危ういので、あと朝の10時までゲームして日光浴びないわけでしょ。もう絶対触らないやん。だから、まあ、背伸びで攻めて身長を伸ばしてもらおうということで、3袋。3袋、結構たくさんの芋作って。1袋もらっていい。あー、1袋を暇、実際またみんなで分かれてる。いや、俺はもう手遅れだろ。3時のおっさんも持ってるよ。
みんな真面目なの持ってくるだろうなと思ってミルクコア飲めるので、ね、うちの妹シノビック飲んでたんですけど私の身長越してます。おー結構効果あるんじゃないかなって勝手に思ってます。あー、イケティさんもシノビック飲んでたし、シノビックぜ、じゃあもうシノビック飲んでないで、スティマみたいになってた。いよいよ別にこれはあの案件ではございません。勝手に買ってきました。シノビック美味しい、はい、美味しいんだ。美味しい。これ以上ですか。はい、以上です。はい、じゃあ点数意外と高いです。点数あーいや困ってる。あ、これ湯飲みと一緒に飲むってこと。あ、頭も良くなって、頭も良くなって、頭も良くなって、6点で怖い危ない。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、まきまじりさんまだかわいそうなの次で、あ、じゃあ先にということで、はい、まずもう見てもらおう。自信満々。開けます。で、中に袋が入ってるんですよ。袋の中がものですね。もうコンパクトやな。すごい。え、なんか皮。皮？何それ？なんでしょう。なんだ？え？え？え？伸ばす。え？え？おお。ちゃんとした望遠鏡で。すごいや。多分近くてわかんないと思うけど、回すとちょっと。視点が合うようになっていたら、ちょっと遠く見ながらだったら、あの辺、アーケーさんの毛穴の部分で、ここを回すとね、この際、こっちから押しとピントが合うはずなんで、あの、メガネしてるからちょっと、あ、メガネ外してみた。アーケーさん見える？あの、ちょっと見える。ちょっとね、ここを回すの。そう、難しい。めっちゃ難しいけど、ただ遠くの方が楽だと思う。確かに、すごく室内だからね。室内は近すぎるかもしれない。これでちょっとね、ドレアンが大好きだった少年ということで望遠鏡をチョイスして、めっちゃ遠くから、隠しろやん、隠しろやん、一番今楽しんでるくんさ、毎回さっき言ったらさ、見かけのバンドプレゼント全部くんさんが楽しんでる、やめませんこんなのがあるんだ。俺隠しろやん、隠しろ望遠鏡です。ちょっと遠くじゃないかな、外で使ってみましょう。外で使ってみましょう。折りたたみ式なんで、これは。おお。すげえ。ということで望遠鏡でした。え、めっちゃすごい。センスいいね。これセンスいい。これ絶対これ買おうと思ってた。センスいいや。落ちてるね、これ。確かにドクターの科学へのこうね、もしかしたら探究心。本当は最初天体望遠鏡にしようかなと思ったけど、使わねえなと思って。こっちだったね。こっちはドレナー要素とかって楽しいかなと思って。あ、まあ、ライブにちょっと、そう、あの、ライブ、おしゃれすぎるやろ。ライブ行ってたじゃん、ライブの時とか割とあり、多かったらそれ使って、いや、全然ある。マジでいい。これはよく見るけど、なんかこれは見ないよ、なかなかしゃれてる、ちょっと面白いな。ちょっとガラスなんでちょっと割れないようにケースに、じゃあケース入れておきますね。はい、すげえ、ちょっとやばい、絶対これ買おうと思ってた、この企画の時から。採点の方もちょっと採点しよう。でもこれは9点です。おー、ありがとうございます。これは俺もうズルハン大好きだから、めっちゃいい。よかった、9点でかい。初めての9点、ありがとうございます。次行きますか。陰キャ転生正座しろ。めっちゃ緊張してる。そこでも正座してもらって、何があったか説明しないと。陰キャ転生くんは、今日出演予定だったのに、まあ、来ないって言い出して、でやっぱり来て遅れたので、ちょっと正座状態椅子が一人だけなかったので正座してました。じゃあ、まあ、ちょっと出してもらって。実はじゃあ、ちょっと望遠鏡とかぶっちゃうんですけど、サーベルを。強すぎ。隠しろ。あの、サーベルが入ってるような大きさじゃない。イケ先生、声張れよ、お前、声張れよ。確かに。ちょっと、僕は、もっと張って。あの、今回ね、あの、チェーンソーマングッズの、実は、ポチタタオルを今回。色だけ色だけや、それ。え、ちょっとね、もういい。陰キャ先生の汗吸い込んでたんですよ。
ただの専用タオルです。違う、全部こっちでこれです。あっ、えらい、かわいい、かわいい、ボクロね、かわいいワンちゃん。なんでワンちゃん、なんでインキャテイスレのプレゼントワンちゃんだから。まあ確かにちょっと疑問は残るよね。聞いてみようよ、なんか意味あるって。まあなぜ犬かっていうと、僕は犬好きだから。あー、自分の好きなものを人のプレゼントにあげる。でも俺も犬好きだから。あ、じゃあ犬か、なんて犬やねん。ちょっと俺もわかんないな。可愛いです。夜寂しいって言われる。犬は可愛い。お母さんってそういう時はこれと一緒にっていう寂しさを紛らわせるので、夜じゃなくて、あ、朝お母さんが出勤した後の、ね、お仕事に行った後に寝るから、あんま寂しい感じじゃないね、多分もう朝の8時とかに寝るから、この人。じゃあもう説明が終わったら、じゃあポイントですか、もう。いや、いいんじゃないですか。まあまあ、え、じゃあ言いますよ。ちょっと見て。え、はいはいはい。なんてふかふかじゃん。可愛いね。おお、触り事。プレゼントは可愛い。これは期待できるんじゃない？得点に。じゃあ7点で。普通高い。普通高い。そう、超えた。すごいな。まあ逆に。なんで言ったんだよ。よくわかんない。ちなみになんですけど、それさっき買ったらしいです。お前エグ。じゃあ三点。じゃあもう2点。生まれた最下位。準備してなかった。何も考えてこなくて、でさっき買ったらしい。いや、本当は計算出るとかでしょうか。お前じゃあ言ってんだよ。言ってなかったから言ってんの。はい、なんか石丸さんが帰ってきたんで。ニコニコ。あと石丸さん、これも大丈夫ですか。変わってるね。よく考えたら。パズル言ってんじゃない、クンさんにとって。パズルなんか。さん、ペニガキさん、ペニガキさん、帰ってきました。で、本領発揮です。今までは3割の力、今から10割です。さあ、やりましょうか、ペニガキさん。電源の方をオンにしてください。あ、こちらでございます。じゃあ、ペニガキさん。ペニガキさん、一言。おい。ペニガキくん、誕生日おめでとう。です。おー、すごい。なんか言わすぎた。なんか言わすぎた。あの、ちょっと、なんて言うの。かちゃん、グラスと。あれがいいパソコンの横にこう置いといて。死ねや。あ、それはいいわ。これはあり。これあり。横に置いといたら。これありっす。自分がどんな言葉を喋ったかわかる。ずっと喋るやん。ずっと話すやん。こんな感じで遊んでもらえたらいいかな。ペニヤキくん、僕のこと可愛がってね。僕のこと可愛がってね。嫌です。うるさいです。聞きましょうか。消したって。ということで、まあ、どうでしょうか。こんな感じの僕のプレゼント、なかなか楽しんでもらえるんじゃないでしょうか。3年。そんなもんだよ。わざわざ買いに行ったのにドライバーと。いや、準備が悪さだね。まあ確かにね。まあ、でもほんまになんかうざい時は死ぬ。怖いですね。よろしくお願いします。で、何点ですか。3点です。退場してください。退場してください。手書きどう。え、できた。悪い。ここまでできたかも。え、10点。上がったか。上がったか。10点です。ありがとうございます。すごっ。で、次は最後俺か。あ、クルーさん、クルーさん、最近する側じゃなくて渡す側です。もう決まりの時ずっと遊んでるから。ガチャ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 。まずはい、ちょっと待って、縦か。はい、何？え、何？何？急に？急に何？これを準備してなかったんです。これがプレゼントって言ったら、多分俺ね、ぶったたかれるよ。
食うと写真だなみたいな電子をプレゼントだよなって言って、でここで満足しろよ、まあ、一旦今のは撮ったのは理由があります。まあちょっとまあ一旦待ちましょう。何が出てくる、放送のセンスがないかもしれない。弁当箱です、ちょっと開けてください。はい、おー、ペリエスカラーだ。確かにそうです。あ、そこまで読んでた。で、これ、はい、重たい、重たいの落とさないように、はい、で、まあ、開けました。はい、さんの写真立て、はい、これガラスでちゃんとできてます。これすげえ、あれです、あれやな、ちゃんと絵を描いたけど、アイコンこれです。結構前に持ってきてもらってる。はい、すげえ、すごい、すごい、すごい、天垣のディスコードとツイッターのアイコン、天垣がバロラントでやらかして説教した時に、まあ、そういえばあの絵師の名前なんだっけって聞いてそう、あ、ここだと思ってで聞いて、その人にこうやっていいですかって言って、まあ、これはちょっとまあモチーフがあるからまあ売ったりできないので、これちなみになんですけど、これ作った人がいて、実は、はい、作った人フニックさんです。ええ、フニックさんも作ってます。参加でお手伝いいただいて、はい、お手伝いしてます。すごっ。で、これ写真撮るだからなんか言えなきゃいけないけど、さっきの画像をひまじんさんが今からローソンのプリンターで、あー、ローソン写真プリンターで今から行ってきます。ひまじんさんが、そのシリーズの2回目の回だし、これで運営してるのはガラスだから、ちょっとこれを後ろにこう写真撮る、後ろの土台がこういう感じこういう感じなんで、なんか思い出に、高メモリーで、どうでしょう、すごい、めちゃくちゃいいんだ。ね、かわいいでしょ。すごい。ちょっと頼んどきました。はい。ピンさんの写真付きで採点してもらって。あの人たち、あの人たちがいくらか出すか知らないけど、俺の写真結構あのちゃんと俺のくんいろいろチャンネルの名刺に入って。で、はい、目指してから写真撮れるから価値が高い。それだけ予算オーバーしてる。バカ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 。はい。ということで、ちなみにこれはちょっとまだ値段未定というか、あのいくらか算出不能な状態なんで、いくらか分かんないです。そうですね、この特注品なんで、この世界をガチで世界に一つの特注品なんで、ちょっともうなんか、はい、お金はなんかプライスレスというか、はい、そうです。え、女点数いますよ。はい、でも、100点じゃん。100点すごい、ありがとうございます。じゃあちょっと、あとでひまじんさんにローソンプリンターでちょっとプリンターしてもらって入れて帰ろうね。そうだ、入れて帰ろうね。このサイズだから、普通の写真のサイズ、すごい。あとでひまじんさんも来てるから、ひまじんさんありがとう。ありがとうございます。だからハムステせめて7点に上げて4点にあげとくね。もう1点余った口ということで、ということでプレゼントいっぱい渡してきましたが、はい、まあベスト1位でしょう。ベスト1位ワーストワーストワースト、どう考えてもクンさん100点って。ありがとうございます。ワーストは陰キャテンス。陰キャテンス犬かな。犬は悪くない。犬は悪くない。陰キャテンスが悪い。怖いって言ったんだよ、こいつ。すごい、すごい、すごい、どっちも勝ったやん。はい、してくれてるハムスターが。はい、はい、ということで、ということで、クリアキー何歳になったんだっけ。何歳だっけ。俺だって俺に聞くの。俺誰もわからんわよ。コミニカーこいつ殺すわ。電気屋さんの今のということで、はい、34メートルで俺はちょっとこれクリアしない。違う、さっき動画閉めるの。さっき今あのパズルじゃなくて、パズルじゃなくて動画閉めてもらって、出てる出てる、なんかおかしいんだよこれ。いや違う違う、それやからさらさらおかしい。はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。誕生日おめでとう。バイバイ。バイバイ。